この世界は誰が作ってんの？誰って。俺だ。俺ですね。俺忘れてね。いや、俺だ。ジョージア。カフェオレ新登場。またブログか。ラーメンの写真じゃ伝わんねえよ。カタクナっすね。カタクナな男たち、ジョージアカタクナ新登場。これさっきの人のブログっすよ。美味しそう。営業の最大の武器は足だ。はい。ちょっと大丈夫ですか？帰るわ。俺は勝つからな。ジョージア。Tastes good. This is premium. ただ原料コストもプレミアムです。 M1 豆 100% ですから。 M1 プレミアム限定発売。すいません、焼きそばください。それおまけであげるよ。え、これくれるって。ラッキー。お前にじゃねえよ。ジョージア。おはよう。よし。シャキーン。ジョージアシャキーン新登場。外回り行ってきます。おお。一口目からはっきり違う。エメマン至福の美と新登場。あ、すいません。終わりましたね。こっちも終わったよ。しみるんだよな。これはまだまだこれから。とりあえずお疲れっす。ジョージアご褒美ラウンジ新登場。お味はいかがでしたか？困るわ。え？また予約が取りづらくなるじゃない。その仕事に三つ星を。ありがとうございます。ジョージア三つ星プレス新登場。親方、だいぶマシになったじゃねえか。え、来てるなこれ。その至福の瞬間にエメマン至福の微糖。ここだけの話だけどな、俺たちが作ってるエメマン豆の味をストレートに味わえるのはブラックなんだよ。豆の味で勝負するエメマンブラック。さすが俺の豆だ。贅沢生クリームのカフェオレ新登場。よし。標高1500メートルのコーヒー農園、傾斜40度の厳しい環境がエメマン豆をうまくする。それだけじゃないぜ、うまさの秘訣は手摘みだ。それを運ぶのだって人の手だ。そう、肝心なのはここ。なんでこんなに手間をかけるかって、日本のみんながおいしいって飲んでくれるからさ。人の手がエメマン豆をうまくする。ジョージアエメラルドマウンテンブレンド。世界は誰かの仕事でできている。この国を支えてきた人たちがいた。もう一息って時はこいつ飲んで頑張んだよ。よし。この国を作ってるのは一人の天才じゃない、それは現場で汗をかいてる私たちだ。そしてこの先の未来を作るのは俺たちとあんただ。この国を支える人を支えたい。40年の思いを込めてジョージアザ・プレミアム新登場。大変だったな。ちょっとおじさん、どいてよ。見えない。すいません。プラス2度自販機始めます。ジョージア、いつもの冬より暖かく。これ作った人すごいね。俺です。機械が壊れちゃって。は？風船どうすんだよ、間に合わねえよ。やめてもらえますか、弱音吐くの。私間に合わせます。強い。そのコーヒーは強い。ディープインパクト。よし、ミルク終わり。今度は俺の番っと。贅沢生クリームのカフェオレ新登場。
これはありえないから。うわー、ええ香りやー。あららららら、キレがめちゃめちゃある。このジョージアブラック、キレ香り一新、ジョージアニューブラック。よし行くでー。うるせえよ。うわー、誰？あのおじさん。何やってるのかな。よし、点検終了。みんな待たせ。楽しそうですね。ありがとう。本日も至福なり。エメマン至福の美と進化したコクとキレで新登場。世界は誰かの仕事でできている。